静岡市葵区駒形通りにあるネーミングがユニークな挟みます本店、何の店かというと、2年前にオープンしたサンドイッチの専門店です。 SNS 映えすると今話題になっています。インスタで見て見た目がすごいなと思って買いに来ました。会社の人から美味しいって聞いて、はい、今初めて来ました。2週間に1回くらい、はい、彩りも豊かですし、食べ応えもあるし、すごいいいです女性に一番人気のメニュー、エビアボカドです。サンドイッチに合う特注のパンに自家製マヨネーズを塗り、ブロッコリーとエビのタルタルサラダなど新鮮な野菜を挟んでいます。いや、具材のツヤがすごいですね。美味しそう。北村慎太郎さん23歳、挟みます本店の若き店主です。挟む順番っていうのはちゃんと決まってるんですか？はい、まあ、エビアボカドであればエビのサラダ、トマト、滑り止めのレタスと、でアボカドで、そうです、これないとトマトとアボカドが滑っちゃって、あのうまく断面が綺麗に出ないので、この滑り止め結構重要です。常に思ってることは楽しんでもらうことですね、食を通して。北村さんの趣味は高校生の頃から始めたという自転車のロードレース。サンドイッチ専門店を始めたのは以前勤めていたサイクルショップの社長、大石さんの提案からでした。早いうちから、事業を、ね、やるっていうのはとてもいいことかなと思いまして、まあ、今のうちに挑戦してみたらってことで進めましたね。まあ、自分も結構自転車やりつつ健康にも気を使っていたので、まあ、野菜たっぷりの食事系で、この辺りまあ会社員の方とかも多いので、もうお手軽に健康的なものを口に入れていただきたいっていうので、サンドイッチを始めようと思いました。ピリッとしたマスタードがアクセントのハニーマスタードチキン、こちらも人気です。食べ応えありそうですね。野菜や果物などの食材は駒形通りの青果店金達で仕入れています。野菜ソムリエの資格を持つ菅原さんにアドバイスをもらっています。やっぱ食べ物には、ね、気を使ってるのかなっていうのもありますし、あのお客さんにも提供したいっていう、そういう気持ちがこもっててすごいと思います。アボカドの完熟具合、やっぱ自分じゃもう全然わかんないんでそれをすごいちょうどドストライクなものを毎日届けてもらえるので、そこはすごい助かってますね。お惣菜系のサンドイッチだけではありません。もちろんスイーツ系もあります。わあ、最高金柑チャイとシナモンホイップ、うん、大きな金柑の粒にチャイのクリームがびっしり、金柑の香りと甘さを絶妙に引き立てます。上品な組み合わせですね、うん、金柑は清水生まれの品種コンタ、糖度は20度以上もあり、1月中旬から3月までしか出回らないブランド金柑です。そんな北村さんが今まで作ってきたサンドイッチのレシピはなんと100種類以上。すごい。こちらはカツ丼をサンドイッチで再現しちゃいました甘じょっぱいタレカツとだし巻き卵を挟んだ遊び心あるメニューです。自分結構発想力には自信を持っていて、まあ、こういうカツ丼とかもそうなんですけど、普通じゃ挟まないようなものを挟んだり、さらにこちらはエビフライ、ウインナーなど子供が大好きなものを詰め込みました。最後に北村さん、今度のサンドイッチ何を挟みます？たくさん、まだまだいろんな可能性を挟みたいです。